どうもお疲れ様です。吉谷さん、ビジネスの世界ではやっぱりね、利益が出せる人以外は、まあ、不要だという考え方は、それは正義だと思いますよね。損害を与える人は排除しなければいけませんし、無駄銭に食らう人もいらないと。結局は誰かのために何かができる人で固めるのが、まあ、企業だと思うんですよ。で、企業の役割ってのが、成長発展のために利益を確保するってことじゃないかなと思いますし、やっぱり地域社会の生活文化向上に貢献することだと思いますし、従業員の人づくり、幸せづくりも重要だと思いますし、取引先様との共存共栄ってのもね、大事なんじゃないかなと思います。まあ今申し上げた4つの分野ってのは、まあ私の会社のね、理念でもあるんですけどね、経営理念です。だからこそ、この4つを両立させるために、高いレベルでの管理、運営が任されているんではないかなと思います。そしてそれがダメだった時っていうのは、会社が倒産する、解散する、そして全員一緒に路頭に迷うってことだと思います。ただやっぱりね、国をつかさどる人っていうのは、その経営者の感覚ではダメで、要するにね、ひどい言い方すれば、役に立たない人ですら幸せにする力量が求められてるんですよね。それは家族の関係にも似てるんですよ。家族の中で、生まれたばかりの子供たちってのは当然稼ぐことはできませんよね。もしかしたら30になっても40になっても稼ぐ能力も意欲も湧かないかもしれないんですよ。でもやっぱりだからといって、もうね、さようならってするわけにいきませんから、ずっと養ってはいかなくてはいけないんですよ。その国っていうのは国家っていうぐらいのものですから、もう家族なんですよね。国ぐるみの家族、その考えが国家なんですよ。で、日本だけなんですよ、この国家っていう単位でのものの考え方してるの。まあ、いわゆる日本以外の国っていうのは、足りなくなったら分取ってこい、そして役に立たないやつはおいでいけっていう感じで、まあ、狩猟民族っていうのやってましたからね。だから日本でも一時期、働かざる者食うべからずって言葉はありましたけども、これは実はね、プロパガンダだったってことが分かりました。どういうことかっていうと、農家に大半の人が働いていたわけなんですよ。日本国民の 99% はずっと農民をやってましたからね。そうやって食料を生産することを押し付けていたのが権力者だったわけなんですよ。明治維新が起きる頃っていうのは、確かね、日本の人口って3300万人ぐらいしかいなかったんですよ。で、そのたった一部、例えばその中の1万人ぐらいが特権階級だったわけですよね。で、働かざる者食うべからずって言葉を流行らすことによって、家族の中でサボってる人間がいたら、その言葉を使わせたわけなんですよ。そしてみんなが働いてるから、俺たちも働かないといけないよねっていうふうな意識をまさに植え付けることにまさに成功したんですよね。まあ、これっていうのは必ずしも悪いことではありませんけども、でもそうなるとね、例えば妊婦さんまで働かせてるわけですよ。これは本当にね、ちょっとご高齢の方に聞いたら、そんな時代があったってすぐ答えると思いますけども、私たちのおじいちゃんおばあちゃんの時代って、妊婦さんは病気じゃないんだから働きなさいって言われて、お腹が大きいままでね、危険な労働を結構させられていたんですよ。で、それが当時の常識だったんで、当事者の妊婦の方もこんなもんだと思ってやっていたんですよね。しかもそんなもんだと思いながら子供を産み育てるわけですから、自分がおばあちゃんになった時も自分たちの娘世代に、いや、それはね、私もやったんだけども、病気じゃないんだからみたいな、間違った価値観の継承が行われてるわけなんですよ。まあそういったことが様々あって、そうですね、働かざる者食うべからっていうのが今にもやってきて、役に立たない人は、あまり冷遇を受けるっていうんですかね。まあ、ひいて言えば、生活保護っていう人が、なんか社会的に役に立たない人みたいに思われてますけども、私はそんなことないと思うんですよ。生活保護で働いていらっしゃる方も、定年退職して年金で食べていらっしゃる方も、働かずに消費だけしてるっていうところだけ見れば同じですよね。でも、こういった消費をしてる方がいないと、供給がずーっとね、在庫してストックされて溜まっていって腐っていくってことになるんで、消費の専門家も必要なんですよ。だから一方的にお金を使ってくれる、生まれながらにしてもお金持ちって、やっぱりたくさんたくさん商品買ってもらったらいいでしょ。高級車に乗ってもらって、ガソリンをどんどん消費してもらって、車検もどんどん受けてもらってね。で、ランボルギーニのね、なんか保険代っていうのが毎月20万くらいらしいんですけどもそういう風に社会の経済を牽引してもらいたいわけですよ。金持ちほど働きに行くんじゃなくって、ただお金を浪費するだけで社会に貢献するという道があるわけですよね。だから私思うんですけども、生活保護の方のもうちょっとね、支給金額が増えれば、世の中もっと豊かになるんじゃないかなと。だって在庫がどんどん売れるわけですし、ちょっとしたサービスも売れていくわけでしょ。で、普段外食をためらっていた生活保護の方も、週に1度とか2度外食に行ったりすることができたりね、2泊3泊の旅行が月に1回2回できるようになったら、経済ボンボン回って、それこそブラックロードで働いてるかしらの方もね、そのうちにどんどん豊かになると思うんですよ。物が売れるから、売り上げ上がってボーナスが出てみたいなね。
これが私の考えるトリクルアップっていう考え方なんですよ。トリクルダウン、上から降りてくるお金っていうのは資本家が全部ね、せしめてしまって内部留保にしてしまいましたけども、トリクルダウンっていうのはとりあえず今日使いたいお金がある人に対してどんどんお金を供給すると、それが全部使われるからいいよねってことなんですよ。日本国民に自動的に毎日毎日3000円渡したらどうですかね。多分3000円分の消費金額がプラスアルファされて、3000円分いろんなところで物が売れ始めるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それじゃあいってらっしゃい。